はい、ゆきです。ですね。今日、あと、だいたい1週間ぐらいで、値上がり、タバコがね、安タバコが値上がりするんですが、人生初のね、カートンで、新製を買ってみました。値段が、2500円でした。はい。こちらね、初めてね、カートン買いというのをしました。賞味期限が、2016年の9月。こちらね、売ってるのがね、新製自体なかなか売ってないんですけど。なかなかレアなタバコなんですが。まあ、売ってるとこが、新発田市で、ね、新潟のね、とこにありました。こちらがタールが22ミリの、ニコチンが 1.4 ミリのタバコです。ということで、開けていきまーす。ね。開けていきまーす。それでは久々にね、ちょっとタバコ、喫煙動画。あ、すげえ！縦に2個入ってる。こうなって入ってる。いやー、久々に。見ましたよ、新製。どこにも売ってないと思っててね。こちらね。ああ、いい香り。どこにも売ってないと思ってたんだけど。うわ、売ってるところあるの感動だわ。正直。感動ですね。それでは、吸っていきたいと思います。新製。いやー、久々に吸うな。ゴールデンバットはよく吸ってたんですけどね。まあ、ということでね、前、禁煙動画みたいなのを上げたんですけど、やむなく、禁煙は失敗です。ということでね。それでは、久々の、申請ね、吸っていきますよ。まあ、いつもね、こういうシガレットホルダーに入れまして、吸います。あ、うめ。うめえ！ゴールデンバットより個人的に味好きなんですよ。うん。新製は多分30円ぐらい値上げかな。うん。うまい。ただうまいんだけど、シガレットホルダーがないと結構、うん。手軽に吸えないっていうね、のがあって。で、調べたらね、ウルマと、バイオレット。今日買いに行ったんですけど、タスポがなくて、新潟市内で売ってるところがあったんですが、タスポがなくてね、自販機で売ってたんですけど。タスポがなくて、今さっきタスポ申し込んだんですけど、2週間ぐらいかかるということで。うん。なんか前は、東京のあたりに即日発行する店があったらしいんですけど。で、そこのとこは自販機しかなくて、店もあったんですけど、なんか閉まってて、今日さっき行ったんですけど。うん。個人的にね、安タバコの中で多分一番うまいのはバイオレット。いや、フィルター付きでは一番うまいのバイオレットで、両切りだと、この新製が一番うまい。しかもレアタバコのね、スモーキンジョーっていうやつのフルフレーバーも売ってまして。値段480円って書いてあったけど。あれレアだね。まあでも、タスポね、
今更になってタスポ買うことになるとは、とは思わなかったっす。まさかの、タスポいる。てか、自販機でほとんど俺買うことない、なかったんで。てか、なかったんですよ。コンビニでしか買ってなかったから。うん。だからね、タスポね、いらないと思ってね、ずっと買ってなかったんだよな。でもまさかウルマとバイオレットがさ、普通に売ってたんですよね。自販機に。うん。あれにはさすがに驚いたね、今日。沖縄タバコ。沖縄はまあ割と限定みたいな。沖縄限定タバコと言われてる。ウルマとバイオレットがね。ここら辺、新潟では初めて見たの。いや、初めてか、わからんけど。うん。かなりレアです、あれは。で、2週間で発酵って書いてあったんですけど、これ1週間でもうここ去るんで、どうしようかなって。まあもう申し込んじゃったんですけど、新潟をね、去ろうと思って東京に行くことになってるんで、まあ予定ではね、なってるんで、もう頼んじゃったんですけど、どうしようかなと思ってね。あとで多分住所、届け先、変更してもらって。そっか、タスポで発行2週間か。先に発行しときゃよかったな。でも、バイオレットとウルマは美味しいですよ。やっぱり。同じ部類の若葉とか、エコーとやっぱり、あの、長さ的にもさ、あの若葉と同じ長さなんですよ。キングサイズなんですよね。エコーは短いじゃん。だから、キングサイズでね、特に美味しいのがね、バイオレットなんですよ。昔ね、大阪行った時吸ってたんですけど、あれは美味しいっすね。うん。あれはマジでうまい。で、今日、まあ関係ないですけど、あれも買ってきました。富士山麓。ウイスキーの富士山麓と、なんだっけ、タウル香るオークマスターか。新しく発売のね。まあ、どちらもね、買ってきたっていうよりは、ローソンの、引き換え券で、引き換えてもらったっていう感じなんですけど。ローソンのポンタでね、ポンタポイントで、あったんで。あと朝日の、なんだっけ、朝日のね、ドリーム、なんちゃらっていう、生ビールも買ってきました。あれもポンタのね、ポイントでね、買えたんで、買ってきました。ちょっと楽しみっすね。特にちょっと、オークマスターあたりがね、ちょっと楽しみでね。富士山麓はちょっと、どうなんだろうなっていうのはあるけど。
結構ね、申請をね、優しく吸って、クールスモーキングでいくと、結構長く楽しめる。5分以上楽しめる。ただやっぱり、申請はどうしてもこの、根元まで吸っちゃうと取れなくなるんで、爪楊枝かなんかでこう、ほじくらないと取れなくなるんですよ。なんで、外で吸うのにはちょっと向かないっつうか。ああ、にしてもこのカフェオーレくっそ甘いな、これ。むちゃくちゃ甘いぞ、これ。甘すぎねえか、ちょっとこれ。タバコにはやっぱあれだな。コカ・コーラぐらいがちょうどいい。ああ、でも、ウルマと、バイオレットな、吸いたいっすね。あれね。本来、あれをワンカートン買う予定だったんですけど。もう今後は、安タバコしか買わない予定です。もう値上がりするからね。安タバコも値上がりするからさ。高くってさ。だって今回はもうあれ、安タバコと、安タバコ全部と、あとあれか、ネビウス。で、ゴールデンバットに至っては50円も上がるからね。ということで、喫煙動画、申請、ね、カートンでね、買いました。ということで、紹介でした。美味しい。やっぱうまいね。それでは、ご視聴ありがとうございました。